サービスサイトの作成はベンダーに頼んでいますか？その場合だと選定基準はありますか？それともデザイナー、エンジニアを雇っていますか？ということなんですけども、あ、結構頼むことも多いですけど、頼む前に、うん、無料、さっき言ったノーコードツールっていう無料でページ作れるやつがあるので、うんうん、それで自分で作る、もしくはその自分で作るようにさせます。なるほど、はい。それをでも実験でいいなと思った後はじゃあ頼むんですか？ベンダーに頼むんですか？あとは普通に頼みますね。でそれも、ベンダーに頼むパターンは、うんうん、とにかく早く仕上げてもらえるみたいな話か、うんうん、こういう特定のデザインあれみたいに、あそこみたいにしてっていう時にその実績のある人に頼むか、うん、みたいな感じですね。自前のデザイナーとかエンジニアは雇ってないんですか？ほとんど雇ってないですね。大きくなってきたら当然雇いますけど、うんうんうん、初期段階ではあんまり雇わない。なんでかっていうと、そのサイトをその作るぐらいだったら、うんうん、その時のしか仕事がなくて、うんうん、ずっとこう雇っちゃうとその仕事ない状態になっちゃうんで、うん、なるほどなるほど、はい、あんまりないですね。まあ、じゃあ外部に頼むことが多いんですね。クラウドワークスとかランサーズとか、あ、やっぱそうなんですね。クラウドソーシングの会社に。なるほどなるほど、はい、僕も同じですね。ほとんど自前で営業マンとか抱えないし、エンジニアも抱えないし、基本的には外部を使いますね。まあ、その方がいいですね、今の主流としてはね。はい、